シンクロー、どこにいるの？シンクロー様でしたら、先ほど台所でプリンを食べておられましたが。なんですって、また私のプリンを勝手に。わあ、あ、プリン美味しかったです。って局長。あんたまた私のプリンを食べたのね。キヨ、今日はデート超エゴ出勤じゃなかったでしたっけん？また私のプリンを食べたのね。え、いや、あのそのですねん。食べたのね。はい、ごめんなさいです。まあいいわ、今日のところは許してあげる。どうせ消費期限過ぎてたから捨てるつもりだったし。わい、さすが局長、懐が深いです。て、ええ。はいはい、それじゃ会議を始めるわよ。あ、シンクロはそこに正座したままで参加ね。はいです、ちょこん。それじゃ8、今回の調査案件について説明してちょうだい。はい、今回はメアリーセレスト号事件についての調査となります。1872年にポルトガル沖で無人のまま漂流していたのを発見された船で、発見当時なぜ乗員が一人も乗っていなかったかは今もって分かっておらず、航海史上最大の謎とされています。幽霊船ですか？幽霊はちょっと、とっても苦手です。船自体は普通に見つかっているから幽霊船ってわけじゃないわ。幽霊も関係ないわ。多分だけど。8、とりあえず事件の経緯について説明して。かしこまりました。それでは。メアリーセレスト号は、全長103フィート、約31メートル、282トンのブリガンティンと呼ばれる2本マストの帆船です。もともとは1861年、ノバスコシアのスペンサー島で、アマゾン号、として建造されました。その時から曰くつき日だったようで、建造中におびただしい数の事故が発生したとも伝えられているようです。このアマゾン号は数回にわたって所有者が変わり、1869年にメアリーセレスト号と改称されています。1872年11月7日、船長ベンジャミン・ブリッグズの指揮下、メアリー・セレスト号はニューヨークのメッシナ・アッカーマン&コインから出荷された工業用アルコール、これはおそらくメタノールと思われます、を積んで、ニューヨークからイタリア王国のジェノバへ向けて出港します。この時船には船員7人のほか、船長とその妻サラ、E、ブリッグズ、娘ソフィア、マチルダの計10人が乗っていました。それから約1ヶ月後、1872年12月4日に、メアリー・セレスト号は、デーグラチア号に発見されることになります。デーグラチア号はメアリー・セレスト号の7日後にニューヨーク港を出港した船で、その船長もアハウスはブリッグズ船長と親しい友人でもあり、実は出港前に会食しています。この事実は後に、船長2人の共謀による詐欺疑惑を招くこととなります。デーグラチア号の乗組員は2時間ほどメアリーセレスト号を観察し、遭難信号を掲げていないがおそらく漂流中なのだろう、と判断。実際に乗り込んで確かめるべく、一等航海士オリバー、デボーは小さなボート数隻を引き、メアリーセレスト号に向かいました。その時の様子をデボーは、船全体がびしょ濡れだ、と報告しています。ポンプは1機を除いて操作不能であり、デッキは水浸しで船蔵は3フィート半、約 1.1 メートル、にわたって浸水。
船は他の点では良好な状態であるように思われたが誰も乗っていませんでした。前ハッチも食料貯蔵室も共に開いたままとなっており、掛け時計は機能しておらず、羅針盤は破壊されていました。六分儀とクロノメーターは失われており、船が故意に遺棄されたことを示唆していました。この船唯一の救命ボートは無理やり引き離された、というよりも故意に降ろされていたようだったとのことです。また三つの手すりには謎めいた血痕があり、一つの手すりには説明のできない引っかき傷がありました。また、血まみれの刀剣、後に実際は赤錆だったことが判明しています。が船長の寝台の下に隠されていました。1700タルのアルコールは後にジェノバで降ろされた時9タルが空であったと分かりましたが、それ以外は無事で、6ヶ月分の食料と水も残されていたようです。船内の書類は、船長の航海日誌以外は全く見つかりませんでした。最後の日誌の記入は11月24日の、アゾレス諸島の西方100マイルの海上にいたと書かれていました。これは11月25日にはアゾレスの船と、メアリー島に到着できる位置です。デーグラチア号の乗組員はメアリーセレスト号をジブラルタルまで航行。ハンジは審理の中で彼らの勇気と技術を称賛した。しかし、海事裁判所事務官のフレデリック・ソリー・フラットは、デーグラチア号の乗組員に対して不正行為を疑い、海難救助の申請を事実上の裁判として扱っています。結局、裁判所は乗組員に船体と積み荷の価格の 15% に相当する賞金を与えましたが、本来の額よりはかなり低かったようです。これは疑いがあるものの証明できない不正行為に対する罰として相殺されたためでした。その後、1873年初めに、スペイン沿岸に2隻の救命ボートが上陸したと報じられています。1隻には1人の遺体とアメリカ合衆国国旗が、もう1隻には5人の遺体がありました。これがメアリーセレスト号の乗組員の残留物であるか否かについては全く調査されなかったと言われており、関連性については未確認状態となっています。また修復された船は12年間様々な所有者により利用され、最後の船長は保険金を得るため、ブーツと猫の餌を積んだ錠で船を沈めようとしましたが、船がハイチのロシュロワリーフで座礁し沈まなかったため、うまくいきませんでした。船の残骸は、2001年8月9日に作家クライブ・カスラーと、カナダの映画プロデューサーのジョン・デイビスが率いる調査隊によって発見されました。事件の経緯については以上となります。ありがとハチ。海の用意ですかん。それならやっぱりあの半魚人どもにやられたに違いないですん。いきなり結論に飛びつかないの。私たちが扱う領域かどうか、つまり用意の仕業なのかしっかりと検証しないと。ただでさえ忙しいのに、これ以上余計な仕事を増やしたくないのよ。局長、人々を用意から守るのが私たちのお仕事ですん。忙しいからっていうのは言い訳になりませんのですん。ええ、そうね。あんたが仕事サボったり、用意退治の度にやたらめったら周囲のものを壊しまくったり、その事後処理のための書類の山にうずもれて、毎日毎晩昨日も今日も徹夜続きだった私の唯一の楽しみである六本木ビストロ8のプリンを勝手に食べ尽くしたり、しなければね。消費期限切れてたですよねん。って、痛い痛い痛いですん。私のほっぺはそれ以上伸びませんのですん。確かにちぐられた手すりと説明のできない引っかき傷というのは、ディープワンによる襲撃があった可能性を匂わせるものではありますね。他にもこの事件については、様々な憶測や諸説が提起されています。そうなのですかん。ハチ、それについて話してちょうだい。かしこまりました。メアリーセレスト号の乗組員と、同乗していた船長の家族の消息は全く分かっておらず、そのことから彼らの運命をめぐって多くの推測が出されているのですが、最大の謎は、航行が十分に可能な状態であるにもかかわらず、なぜ船が放棄されたのか、という点にあります。最も有力で信憑性のある説としては、アルコールの樽を原因とするものですね。これまでブリップズ船長はこれほど危険な船荷を運送したことがなく不安を抱えていました。9つの樽から漏れがあれば、船倉内でも矢が出るほどになります。
歴史家コンラッド・バイヤーの説によれば、ブリッグズ船長が船蔵を開くようと命令すると、アルコールの匂いともやが激しく吹き出したため彼は船が爆発すると考えたと推測しています。ブリッグズ船長は全員に救命ボートに移るよう命令。この時急ぐあまり、ブリッグズ船長は丈夫な引き縄で船と救命ボートを適切に結びつけることができませんでした。風が強くなると、船は救命ボートから離れてしまうこととなりました。救命ボートに乗った者は溺れたか、または海上を漂流した結果、飢え、渇き、及び直射日光のために死んだかのいずれかだと推測しています。2005年ドイツの歴史家エーゲル・ウィーザーがこの説を改定しています。彼の提案で、ロンドン大学ユニバーシティカレッジの科学者らは、アルコールという揮発性の船荷からの蒸気が発火したとする説をテストするために、船の船倉の縮小模型を製作しました。燃料としてブタンを、樽として紙製の立方体をそれぞれ使用して、船倉は封印され、蒸気に発火。爆発力は、船倉の扉を吹き開き、棺ほどの大きさの縮小模型を震わせました。しかし紙製の立方体は損傷せず、焼け焦げた跡すら残っていませんでした。またエタノールもメタノールも、燃焼温度は比較的低いもので、発火には擦れ合う二つの金属によって発生するような極微な火花で十分です。この説ならば、無傷で見つかった残りの船荷と、船倉扉の一つによるものかもしれない、として手すりの割れ目の説明がつくことになります。船倉内のアルコール蒸気が燃焼すれば畏怖の念を抱かせたことでしょうし、乗員がボートを下ろすほどであったかもしれませんが、炎は焼け跡を残すほど熱くはなかったかもしれません。一説によれば、ボート後方に垂れ下がる橋のほつれたロープは、乗員が緊急事態が過ぎ去るだろうと希望して船にしがみついていた証拠であるという指摘もあります。船は操帆状態で遺棄され、暴風雨が直後に記録されています。操帆状態の船の力によって救命ボートとの間のロープが切れたのかもしれません。暴風雨の中の小さなボートであれば、メアリー・セレスト号並みに進まなかったことでしょう。また、乗員間の暴動でブリッグズが殺害され、家族は救命ボートで逃げたという説もありました。しかし、ニュー・イングランドのピューリタンであるブリッグズは、大変宗教的で、公明正大な人間として知られており、乗員に暴動を起こさせるような船長ではなかったとも言われています。一等航海士アルバート・リチャードソンは、アメリカ南北戦争に従軍した後船乗りになりましたが、彼を含めた他の船員もまた評判が素晴らしく良かったようです。別の説によれば、船は海上で発生する漏斗雲を持つ竜巻のような暴風雨、水上竜巻に遭遇したとするものもあります。そういう場合、ボートの周囲の海水は上方に吸い上げられるので、メアリー・セレスト号が沈みつつあるという印象を与えたのではないかと推測されていました。しかしながら、水上竜巻には海水を吸い上げるような強いものはありません。仮にあったとしても、そのような強大な竜巻であれば船自体が破壊されてしまうため、これは全く合理的根拠を欠いた説とされています。さらに進んだ説では、地震が乗員にパニックを起こさせ、船を遺棄させたとするものもありますが、当時地震が起きたという記録はありません。海賊の襲撃があったとする考えもありますが、海賊なら、頑丈な船とその船荷を残しておくことはなかったでしょう。また船員らを誘拐して身代金を取ろうとした事実も知られていません。その他、必ずしも客観的事実に基づかない、都市伝説に近しい推測も広く知られています。例えば、未確認飛行物体による誘拐、拉致や、科学では説明のつかない、バミューダ、トライアングルなどの超常現象にその原因を帰する説、ダイダコが現れて人間を残らず海中に引きずり込んだとする説などです。大ダコ、ダコルフかダコンに決まりですん。いやもしかしたら、メアリー、セレスト号自体が SCP だったのかもしれませんですん。SCP だとしたら財団の扱う案件になりますですねん。あんたはちょっと黙ってなさい。事件のポイントは、全乗員が消えていたところにあると思うのだけれど、同じように船が遺棄された事例は他にはないの。極めて稀ではありますが、いくつか実例がございます。例えば、メドゥーズ号、です。
メデューズ号のイカダは、フランスの画家テオドール・ジェリコーが描いた名画として知られていますが、これは事実に基づいた作品です。1816年、フランス政府はイギリスから返還されたアフリカ西部のセネガルに、メデューズ号を旗艦とする哨戦隊を派遣。航海の途中、指揮官の無能や部下の規律違反などによって艦隊は離散し、メデューズ号は軍人、民間人およそ400人を乗せたままアフリカの西海岸に座礁しました。損害は軽微ではありましたが指揮系統は破綻しており、艦の放棄が決定されて何艘かの救命ボートが降ろされ、それに乗り切れなかった将兵や民間人150人ほどが、急増されたイカダに乗り込むことになりました。しかし、救命ボートはイカダを見捨てて逃亡し、その後イカダに残された人々は殺し合いや衰弱で次々に死亡。逃げたボートの報告によって駆けつけた救助船がイカダを発見したのは漂流12日後で、助かったのは15人だけでした。メデューズ号派遣は国家事業であり、乗員も多く生存者もあった上、救助活動が積極的になされ、事件は明るみに出ましたが、もしも少人数が乗船するだけの民間船が同じような事故を起こしたならば、乗組員は全滅して行方も知られず、船だけが無人のまま発見される事態もあり得たと思われます。日本にも船を放棄した事例は存在しています。そうなのですか？はい。1950年12月30日、4隻の2000トン級の貨物船が、北海道での石炭積み込みのため津軽海峡東方を北上していました。強風に遭い、年が明けた1951年1月、4隻のうち2隻は上旬から中旬にかけて自力でかろうじて港に入りましたが、後の2隻は操船かなわず、船長と船員らの意思疎通がうまくいかなかったなどの理由もあって、船体の放棄を決め、救援に来た船に船長以下の乗組員全員が無事に乗り移りました。無人船となった2隻のうち、1隻は5日後に巡視船によって発見されたが、残る1隻は実に1ヶ月半近く経ってから、日付変更線付近の中部太平洋上を漂流しているのがアメリカ船により発見されています。この例では、4隻の船はいずれも無線によって自船の状況や救援依頼を他船や関係機関等に逐次連絡したので大事には至らず、船が無人のまま漂流したことも公になりましたが、もし無線がない船が同様の操船不能に陥り、救援を得られないまま乗員が救命ボートで脱出して行方不明になるような事態に至れば、メアリー・セレスト号と似た結果となる可能性もあります。ちなみに、グリエルモ・マルコーニが無線通信を発明したのはメアリー・セレスト号事件の22年後です。なるほどね。どうもこの事件は容易の仕業ではないような気がしてきたわ。この事件は後世、様々な脚色や事実と異なる創作が盛り込まれ、半ば都市伝説と化しています。メアリー・セレスト号が見つかって40年余り後のこと、アベル・フォスダイクという人物の手による文書では、船員たちがふざけて船の周りを泳いでいたところサメに襲われ、その他にいくつかの不運が重なってあの事件が起こったと言われています。説明を省いたので変に感じられたかもしれませんが、この話自体は筋が通ったものとなっています。ただそれを検証する方法が存在しないこと、フォスダイクの存在が船の記録に残っていない点、また船のトン数を間違っている点などの疑問点も存在しています。有名な伝説としては、発見時、船内には直前まで人が生活していたような形跡があった、とするものがあります。具体的には、食卓に手つかず、あるいは食べかけの食事やまだ温かいコーヒー、または紅茶、が残されており、火にかけたままの鍋があった、洗面所にヒゲを剃った跡があった、などというものです。しかしこれらは全て事実ではなく、後世の脚色です。実際には、デーグラチア号の船員の報告には船にとして水や食料が残っていたという証言こそありますが、卓上の食事などは報告されていませんし、後の調査でも船室には食べ物などなかったとの法廷証言が確認されています。これらは、手元の作業を放置するほどの、窮迫した事態を思わせる脚色に過ぎませんでしたが、その後の捜索やオカルトの影響により、救命ボートが船に残っていた、航海日誌に発見当日の記載があった、
といった事実の歪曲が加わった結果、まるで人だけが忽然と消滅してしまったかのような、超常現象を思わせるような階段へと変化していきました。これらの階段は、一つしかない救命ボートが複数あるかのように表現していたり、発見が午後であるにもかかわらず暖かいままの食事を、朝食、としているなど、初歩的な事実誤認が目立ちます。また公開日誌の最後に、我が妻マリー、またはファニー、が、との走り書きがあったとする創作もありますが、船長の妻の名前は、サラ、です。用意の線は薄そうね。はい、現状の資料からだけで判断する限り、用意が関連したと確定できる証拠はございません。SCP ですん、きっとそうですん、そろそろお腹が空いてきましたん。そうね、面倒くさ。これは SCP の可能性の方が高いわね。8、この案件は財団に回してちょうだい。かしこまりました。